ネーム高校ワイジニアス同じく発祥です日本です。レディーファイト。よまあ延長戦になっても文句の言えない相手っていうのは分かってる。手は抜かないでこの場で。でもお前上にはいけないぜ。よまたも敗戦重ねるパイセン。この場で残念。よまあこんな簡単な2分なら応援マシンはしっかり踏んでくるでしょう。手で抜くのがうまそうな顔してるくせにそんなこと言うのかよ。よさっき言ってるぜデッドヒート。上から登るぜベストキット。見たくのボリー続けてくぜ。ビートの乗せ方からまずはレクチャーするのもいいが俺はずっとこのまま山なり玉なりゴベチケール。よー別にいいけどそうやって下ネタ言って恥ずくねえの。そっち向いてカメラ撮ってんだぜ。まあ別にいいけどそれで満足ですか。そうやって下ネタで男尊女子うちのラップも100も承知だろ。どっちの方がうまいかって話。お前のラップは一生振ってるだけ。下ネタを俺が言って逆にお前が恥ずかしそう。裏で丸々アルマジロ。いや横浜から来たバスガイド。では決めるパイムの数々からまずはキレが違う違うとこ見せる。おい見てるけどいやボズライク What the fuck おい。シェロー先行ゆうちゃん高校系ノイズレディーファイト。へーこいつが系ノイズってやつ。関西では悪い噂しか聞かないよ。ああ半島でもかごめんごめん。いつまでやってんだ戦国の犬。いつもで俺おめめ割れた。こんな雑魚なら一発テンポ。音楽界レベルのマスターペーション。乳首立て方カスタネット。やっぱりこいつツイッターで語る予定のメインハルだわ。エンゼルと変わんねえ関西のエンゼル。天使にも慣れてねえ。へい分かってるでしょそういうこと。関西でもそういうもんけど楽しいラップはしたい。じゃああんた結構イケメンかと思ったらやっぱりエンゼルぐらいだったし。へいツイッターで語りまくりのメンヘラ。多分こいつが一番当てはまってる。いや当てはまってない。俺はヘイラーズのリミックスでメンヘイラーズって曲作ったぜ。へえなめんななめんな。エンゼルに似てる。あそれはディスかお前。間違いないぜ。俺とあいつは一緒に曲作るっていう約束してしまったんだよ。似た者同士ほらお前かましてみろおい。似た者同士認めちゃったよ。だったらこいつダサいことも認めちゃうことになっちゃったぜ。えい勝ちばった関係はねえ。大阪のメンバーなんてもんはいらねえじゃん。関東までよくご苦労さん。さっさと交通費ペイしてさっさと帰りな。でもそのうち遊んでみたいじゃん。いい前目笑顔も可愛いキュートなやつ。先行ジェイド高校ヤングキット、うん、レディーファイト。スプライズ弾け飛んだ魔法何かさまよう水面。こいつは名誉止水冷静に対処。こいつは誰金やマニーやゲインみんなそういう話じゃねえ。僕を前に降り注ぐ天使悪魔天秤にかけた実行。お前何やに生きてたバトル宗教の中パイタンじゃねえんだよ。マジつまんねえラップとかできねえ。あいつじゃつまんねえここで消しとくぜ。そういうことぶっ飛ぶ顔でつまんねえ言葉かごたくもう死んでる。言葉の羅列マジでつまらねえ、hey. もう帰れ終わったぜ。情けは無用ダサいトラックの乗り方そいつがフォー。右から左に流れていく今日中身がいまいちないね。雑な感情を押し殺す今扉開く俺の感情スタンプするモーション間違いなし。街から街東京遊ばせてくれよ。いや辛いこともあったけどみんなで元気にやってます。これをオンメンジャンプのハッピーバースデーソング送るぜリスペクト。あどうせこいつネタかますで Y ジニアスに教えてもらったやべえよな。おい俺にかつやるからかかってこいや。リスペクトしてるお前のこと結構好きだぜ。リスペクトって言った後に残り数マスでネタでどういうこと。人の名前出されるのは飽きた。正社員とワイジネスの名前は飽きた。いい加減向き合ってやってくれ。俺とお前の会話だろう。リスペクトしてくれてるのにその後ネタばっかって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 。いや言うならかわしてくれよちょっとは。何も言わなかった。でもお前がそんな感じで戦ってくれるとは思わなかったからめっちゃ嬉しいぜ。もっとグイグイ来るかと思ったわ。結構プロップ触るのにお前ラップ上手くないやつ。そういう問題じゃねえな。みんな上がってくよ俺の方に声上げろや。何
LINE 4に怒られたんです。正社員に怒られたんです。本当はお前みたいな相手に近寄ってて顔面一発ぶん殴りたいけど抑えてる俺の気持ちも分かってほしいです。いい加減にしてくれよ。これ以上怒らせたくないよ俺のところ。俺もイライラしてるよ。本当は殴りたいよ。本当に殴りたいよ。本当は殴りたいよ。本当によく見ろ。心の目で見ろ。裸一貫パンイチ小僧よろしくどうぞ。バカにしか見えねえ服、賢いやつは俺が裸一貫ってわかるはず。パンイチ小僧、兵庫県に服を置いてきた。レベゼン甲子園高校球児ではねえがホームランを飛ばしに来たぞ。パンイチ小僧、名前だけでも覚えててください。どこがお前のとこが裸いかん。ただのジーパン履いてるだけのクソのホヤジに掘るは見えるけどな。いやの生活からまだ血がところすぎるでしょ。名刺テクノもひいけど惚れ様テクノケマ横見たく吠える瞬間的に思える。やり方すべてお前と違う、しっかりこの場所キースター。誰も見たことないこのキーカー。ハイバードブラックでハイバーメディティ暇まで見たことないこの景色。ヘジキスイートフィスキー自分勝手のピースで。やっぱめっちゃうまい。まあいいやつめっちゃうまい。わ動画ですごい見てた人。初めて MC バトル出るから膝ガクガク。あとこれ審判じゃなくて好きにいいです。パンチラインよくわからんけど残しに来た。いやいやよく見ろ。やっぱりパンチだ。裸一貫パンチ小僧だ。終了。優勝先行となります。コンコールイズレディファイト。Yo, listen, マスのリスペクト。その後まだバカミドルフィンガー乗せるぜ。これは俺にとってリベンジだ。お前倒す時こんな新人発掘みたいなラッパーバトル。お前もう古いだろそこドキだって。俺がやるんだよかますだけ。年下身長しかでかくねえ。いやそこどきな言われても負けねえ。このおんぼろにはほらおとといな。かかってきな俺がフィーバーみんなアガリーナ。フリースタイルいつになくリズミカルに乗りこなして、そしたらまたマイクまで隠せ。お前のラップマジで隠せ。リベンジはできない危険心。一つも盛り上がりやしねえ。お前外でやりすぎて誰も聞いちゃいねえよ。つまらないんじゃねえの。今日は入場無料。まあ外と変わんねえよ。よかったじゃねえか。ドリンク代払ったやつ500円でかかったらどうする。そんな価値俺にとっちゃちっちゃいが。お前もちっちゃいよな。ストリートで砂利線拾って飯食ってんだもんな。そうだよ砂利線。でもラップが大好きだマジで。だからいつもラップするストリート。ラップが誇りだからずっとニート。バカタレ、じゃあこうやって客騒がせる。じゃあお前も考えろ頭で。もう一度言う、ただのバカタレ。終了。さあどっちでしょうか。先攻ドライマウス、後攻ルイス、勝者ルイス。ドライマウスもよかった。先攻セシア、後攻ナインフォー、レディースファイト。かっけえ先輩と一緒にセッション。変な風にディスはしたくはねえ。だからこの場で音楽を二人で作り出す。音の上ビーツの上しっかり分かり合いたいことがある。ビートの上で話したことは一回もない。だからこの場が初めてやってくだけさ。初めてが戦国それはちょっと悲しいこと。でもお前あーえいラインフォークめっちゃリスペクトしてる。つまるつまるラップが好きなやつら酒が上がる。のせかさがさできるあちゃんもこなし、みんなもさ揺れるルネガップ。俺もちょっとさ話したの初めてじゃ。これ緊張することないけど倒すだけのビートの上で分かっているかな。ロテか探さなってなければ嫌なことばかりで、お前ノーラップなんて聞いたことない。確かにイベント歌のおめでとう、バックレとか言うことさらさらねえけど、ちちえリスナーってのは好きなわけないから、お前のスキルを見せてくれ。超はしないって言ったバーティーに最初につっかかったのどっちの方。イエーあたしもつっかかってる。どっちもつっかかってる。つっかかり試合えいどの試合みたいなもん。音楽楽しみたい。変な風にディスりたくはない。何も言うことない。本当にリスペクトしかない。でも超えなきゃいけない。これは壁だからわかるかな。 Under 22の次にバトンは私が取ってやる。はそのスキルでアンダートウェンディズふざけたことを抜かしてる。お前は夢の中でラップしてんのかよバカ。やだなそういうのはせやでな。俺若手の中でかませ
レが越えてく壁、俺足元バニが金に変えて今日ナブラップ早く乗っちゃったね。俺もさ緊張感から臨場感あるような陰謀たぶんでるよな。まあまたまたしちゃったごめんね緊張感悪いが腕利きヒットマン神奈川が浮かれやってきた。俺も調子悪いわ今日終了じゃあ A いきましょう。先行リラーシーズ高校キルハレディーファイト。相手がどんなやつなのかも俺は分からねえからレッツゲリノー勝つはブレイン勝つ役ね集まったペン悪路みたいにアウトサイドペンこれが相手勝った結局沖縄なんだけど名前知らないけど先から沖縄しか分からないルードアルファみたいなバース。ルードアルファみたいなバースどこがルードアルファに見えんのか教えてくれお客さん。アクロの真似とかしてる沖縄オリジナリティ追求するからいねえんだお前みたいなやつらしっかり外さ常にやってるぜオリジナリティも俺なりにしっかりと追求してやってきてる誰かの2番センチじゃ1センチも盛り上がらないぜ。人の名前出してること俺に言うとかマジで待つはずでだベージ俺にしか言えない固有名詞こういう名詞の補充でいいベージこういうことあんたとは全然違うスキルがある戦国バトルジェントマン同士打ち込むぜ心臓煉獄波動よ名前出したことに結局つけ込まれて何も言えなくなってんじゃん固有名詞の引き出し引き出して楽しいがそんなんで引き出しバカの MC は結局消えていく運命だフリースタイル俺たちは小さいところからやってきてるみんな勝ち上がってきてるのにさそうやって自分らさ追求できないやつが消えていく傾向にあるんだぜ東京は終了。